春うつを防ぐ3つの方法をお伝えしていきますね。ご存知でしたか？実は春うつには腸の働きがとても影響してるんですよ。そこでこの動画をご覧いただきますと、なぜ春うつになってしまうのか、そしてどうすればその春うつを防ぐことができるのかというその具体的な方法をあなたにお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしているんです。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますともうとっても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が実践しております腸活ダイエットの今すぐあなたも取り組める動画4本無料でプレゼントしております。ぜひそちらの動画もお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。まず1つ目の項目からいきましょうね。1つ目、なぜ春うつになってしまうのかという、まずその原因を知ることで対策できますよね。その原因はこちらです。環境の変化が多い季節だからなんですよね。例えばあなたもいかがですか？例えばちょうど春は職場のその部署の移動する時期であったりとか、またお子様だったらクラス替えがあったり学校が変わったりですね、そういった今まで慣れ親しんできた環境とこうガラッとですね変わるですよね。なのでやはりその別れと出会いの季節ってよくね言いますけれども、春は環境がガラッと変わってしまう。そのことで、まあ、楽しみももちろんあるんですけれども、気持ちはですねやはり緊張しているわけなんですよね。そうすると自律神経のバランスがもう簡単に崩れてしまうんです。そうするとやはりうつの状態になりやすくなってしまう、そのきっかけになってしまう一つにもなるんですよね。そして2つ目は、春というのはとにかく日中のその寒暖差がですね差が激しいんですよね。朝と晩はこうストーンと冷えるのに日中は暑いとか、そういった気温の変化がもうあっという間に自律神経のバランスを崩してしまうからなんですよね。そういった気温の変化に体がついていかずにストレスを感じてしまう。その結果やはり自律神経のバランスが乱れてしまってストレスがかかっていくということになるんですね。そして次の項目なんですけども、こちらです。あなたの体内時計が乱れてしまうからなんですよ。ここの体内時計、時差ボケになると書いてありますけれども、その冬の日照時間が短い季節から夏の日照時間が長い季節、そのちょうど移動する間が春なんですよね。その日照時間のその長短の移動するこの時期というのがやはり体がですねやっぱついていけないっていうことなんですよね。そんないきなりね何でもかんでも変わったらもうついていけないですよね。もうご自分の例えば職場や家庭の環境が変わる、人間関係が変わる、加えて気温のアップダウンも激しい、そしてとどめがこの日照時間の影響も私たちはですね受けてしまって、もう自律神経のバランスがもういとも簡単に崩れてしまう要因が、春はもう特にもう集中ですよね、オンパレードなわけです。もうこんなに盛りだくさんね一気に来なくていいのになって思いませんか？ただやはり春というのはそういった季節になりますから、そういったことが重なってしまうとストレスがかかる、結果自律神経のバランスが乱れてしまうということで、結果冒頭でもお伝えした通り、その腸内環境にもすごく影響が出てしまいますよというこの悪循環にですねどうしてもなってしまいやすい時期なんです。でこういったことが重なってしまうと、もうとにかく異様に眠たいとかですね、いろんなことが起こってきます。例えば春うつ状態ってのはどんな状態なのかと言いますと、もうとにかく春なのに、もうせっかくこんなね春で気持ちがいい季節なのに、うつうつとね、なんかなんでこんなにうつうつするんだろうっていう気持ちになったりとか、またもう気分がずーんと落ち込んでしまうんですよね逆に。そして春だからね新しいことにチャレンジとかやるぞって、その本当は気持ちでは心ではこう思っているのに、やはり体がついていかないんですよね。もう意欲や行動力がもう落ちてしまったり、でまた異様に疲れた
私のねサロンにお越しの方もそうなんですけど、春になりますと、もう先生きついって、でも職場でもついつい寝てしまうっておっしゃるんですよね。もうご自分ではコントロールできないんですよ。もうダメダメって、もうガムとかこっそり噛んでね、先生私頑張ってるんだけど、もう気がついたら落ちてるっておっしゃるのもすごくやっぱりね、影響を受けてらっしゃるんですよね、この春うつの。ですからそういった形で疲れやすかったり、また逆に眠れないという方も出てきます。もう自律神経のバランスが乱れてしまって腸内環境を崩している方っていうのは眠れないんですよね。するともう悪循環です。お体がリセットするお時間がうまく使えていないからなんですよね。でまたもうイライラするってね、もうこれはねどうでしょうか、春に関わらずありませんか。もしね季節問わずイライラするっていう方はもうあなたが悪いんじゃないですよ。あなたの腸内環境がお悪いんです。なのでイライラしてしまうんですよ。まあ、後ほど後から詳しくお伝えしますけども、とにかくこういった症状がもう一つでも思い当たる方というのは、こういった春のこういった季節の急激な変わり目ですよね。もうとにかく次に行くんだっていう、そのこう変動する時にお体がついていかないから、その結果バランスを崩して気持ちがまあうつうつとしてストレスがかかるということにやはりねなっていくんですよね。それではここから2つ目の項目に移りましょうね。2番目、一体何をすれば春うつ対策ができるのかということになるんですけれども、ポイントは腸内環境を整えることからスタートされると、お早い結果が出すことがね、効果が出やすいんですよ。それは冒頭でもお伝えした通り、うつの症状を引き起こす原因は実は腸の影響を非常に受けているからなんですね。先ほど項目1でお伝えした、ああいったこううつうつした状態を引き起こす原因は、まあ、ストレスがかかっているからでしたよね。いろんなさまざまなストレスです。結果自律神経のバランスが乱れてしまうからなんですけれども、そのストレスがかかるということはですね、まあ、脳ですよね、と実は腸というのは脳腸相関という関係性でもうがっちりとですね結ばれているんですよ。でこれはどんなことかというと、もう脳と腸はもう決して切り離すことができないくらいの関係性ということなんですね。例えて言うなら、まあ、私と主人の関係性ですどういうことかと言いますと、例えばですね、私がもうすごく喜んでいる時はですね、私の主人も喜ぶんですよ。で逆に私が悲しんでたりですね、こうなんか痛がってたりとか、そういう時はやっぱり主人も悲しんでくれるわけなんですよね。いかがですか、あなたも例えばご主人様もしくはパートナーの方、またはお子様がいらっしゃるとすごく影響を受けませんか。例えばお子様がいらっしゃる方だったら、例えばお子様が頑張っているその運動ですね、例えばバスケットにしましょうか。バスケットの試合もう日頃一生懸命頑張ってね、試合どうかなって応援していったけど、ずーんとね負け試合だったっていう時って、こうずーんとこう家庭が暗い雰囲気になりませんか。もうねお子さんが落ち込んで泣いてるのに、それを見て喜ぶお母さんっていないと思うんですよ。やっぱり一緒になって心が痛いじゃないですか、子供が落ち込んでる時ってね。そういった状況であったりとか、まあ私の場合はですね、主人がですね自他ともに認める愛妻家なんですよね。まあ、ここにね何のろけてるんだってね思われても仕方ないですけど、先日ですね、実はあるその男性の起業家の方がですね、私がのクラブハウスで久しぶりにお会いした時に、いやー佐藤さんのご主人ですよって、はい、何ですか、いや本当にご主人が出してる SNS の発信見ると、はい、奥さんのことばっかり話してますよねと言われてですね、はいそうなんですってね、お話ししたことがね、つい最近あったんですけども、もう本当にですね、もうこれは有名なんですよ。実は私の主人はもう本当に有名な愛妻家なんですよね。ありがとうございますなんですけど、そういった形でですね、まあ、お子様の関係だったり、まあ、私の主人の関係だったりパートナーの方、もうとにかくお互いがすごく影響を受け合ってますよね。そういった形でですね、この脳腸相関っていうのはもうとにかくストレスがかかれば
あなたの腸もストレスがかかりますし、もしあなたの腸にストレスをかけるようなことをしたとしたら、あなたの脳、お気持ちまでもストレスになってしまって、暗い気持ちやイライラしたりとか、先ほど冒頭でお話しした春うつ状態になってしまうということなんですよね。ですからこういった季節の変動はやはり影響を受けるのってある意味もう自然なことですよね。その気温の変化だったり、その日照時間であったりですね、そういったこう環境の変化ってなかなか自分でコントロールする項目じゃないと思いませんか、ね、できたらいいですよね。こう今のうちにこう日の出る時間がねもっと短くなれとかなったりしたら、それはねすごいなって思うんですけど、そんなことありえないですよね。なのでじゃあどうすればよいかっていうと、自分でコントロールできることに集中するっていうことなんですよ。できないことをいつまで言っても仕方がないですよね。だってできませんから。もういいんで、そんなことはもうスパッと捨てていただいて、今すぐご自分でできる対策をされたらいいんですよ。その時に大事になってくるのが、この腸内環境を整えることっていうのが、結果この脳腸相関につながって、その幸せを感じることができるホルモンがあります。セロトニンっていうんですけれども、このセロトニンを作ることができたら、そのうつの状態も改善しやすくなりますよってお話になるんですよ。で、このセロトニンがどこで何割できてるかと思いますか？これはですね、全体の 90% が腸で作られているんですよ。ですから腸が大事っていうのが一つで、もう一つはこの脳と、もうとにかくギュッとね、大切に大切にいつまでも離れることなくつながってる関係性なんですよってことなんですよ。それでは最後の項目です。3番目、一体どのようなことに取り組めば春うつを防ぐことができるのかということで、3つのポイントでお伝えしていきますね。まず1つ目は体内リズムを整えましょうになります。もう簡単です。もう基本ですよね。もうとにかく早寝早起き、そして朝日を浴びるなんですよ。もうとにかく早寝早起き、リズム正しい生活を送ることで自律神経のバランスが整います。またその朝日を浴びるだけで、先ほどお伝えした幸せだなってこう感じるホルモン、セロトニンを作ることができるんですよ。いいと思いませんか？もう何にもいらないんです。もうただ朝日をさんさんと浴びてくださるだけで OK なんですよ。そしてポイントの2つ目は軽い運動をしましょうです。もうここでですね、もう体もきつくてだるくてやる気も出ないのに、よっしゃやらなくちゃとか思って、もう必死でですよ、運動頑張ったらいかがですか？もうますます疲れちゃうし、もうますますやる気出なくなってしまうと思うんですよね。無理は禁物です。ご自分に嘘をついちゃいけませんよ。もうご自分ができる範囲でまずは一歩踏み出すのでも十分ですから。じゃあどうすればいいかというと、例えば朝日を浴びながら軽くウォーキングをしてみるとか、朝が苦手な方は夕方だいたい3時4時以降になりますと、そのリラックスしたですね、自律神経の副交感神経が優位になりますから、筋肉も緩んでいて、あの怪我もしにくいですしね。あの朝方っていうのはまだ筋肉硬いので、よくあのぎっくり腰とかなる時間帯も朝になりますので、あんまり朝頑張りすぎるとですね、痛めやすくなりますから、その痛みをちょっとお持ちの方っていうのは朝頑張らずに夕方をお勧めしたいと思います。夕方にね、もうリラックスして、もう何もかも終わってふーって思いながら、もうニコニコで歩いていただくと、そのリラックスですね、副交感神経もっと優位になって、血流も良くなって夜ぐっすり眠ることができますから、まずはこういった軽い運動からスタートしてみてくださいね。もうとにかくハードル上げちゃうと続かないですよね。私もそうです。あんまりハードル高いことを掲げてしまうと、やっぱりね、続けにくいですよね。でもそうですよね、まずは第一歩から、それをまずはコツコツ続けていって、次のステップ、次のステップでね、もうコツコツゆっくり亀さんでいいですから、あなたも亀さんになってみてはいかがでしょうかと思います。そして最後3つ目のポイントは、もう先ほどから声を大にしてお伝えしております、腸内環境を整えることになります。もうなぜかっていうのもお分かりですよね。脳腸相関が働くからでしたね。
以上の3つのポイントが破裂を防ぐということで、私今回お伝えしているんですけれども、じゃあ具体的にその腸活についていろいろなですね、もう方法があるんですね。私のこのチャンネルは腸活チャンネルですから、私がお伝えしているお話は全て腸活にねつながっているお話になっておりますので、ぜひ別動画もご参考にしていただきたいなと思うんですが、今回はもう今すぐに取り組めるこの春うつ対策の腸活食事法についてあなたにお伝えして終わりたいと思います。まずポイントは、このセロトニン、幸せホルモンを作る材料のものを美味しく食べていきましょうってことになるんですよね。でこの幸せホルモン、セロトニンの材料は何でしょうかということで、それはトリプトファンというアミノ酸になります。でこのアミノ酸、トリプトファンを多く含んでいるものをあなたが召し上がることで、心が安定して結果自律神経のバランスも整えてくれるんですよっていう食べ物になるんですよね。そして主にこのトリプトファンを含んでいる食材というのは、肉、魚、卵、大豆製品、また乳製品などに多く含まれていますから、特にね特別なものじゃないですよね。もう気軽にこう手に入るものですから、こういった食材を、まあ、要するにタンパク質ですよね、バランスよく取り込んでいただけるといいと思います。ただだったらこの今ご紹介したこの食事だけ取ってればいいんだっていうことではないんですよ。やっぱりこのものが一緒に働くためにセットで取っていただくといい食材がありますから、一つ一つあなたにご紹介していきますね。まずこのベースのこのタンパク質にプラスビタミン B 群を積極的に追加していきましょう。例えばビタミン B 群でしたら、私も大好きな、まあ、玄米であったり、また豚肉ですよね。また私も毎朝食べてるんですけども、納豆とか、これも私ほぼ毎日美味しく食べてるんですけども、素焼きナッツの中のアーモンドです。こういったものがビタミン B 群を多く含んでおりますので、あなたもこうローテーションで積極的に召し上がっていただければなと思います。そして次はカルシウムも積極的にセットで摂ってくださいね。例えばもうカルシウムの代表的なものはもちろんこの乳製品でもありますし、また小魚であったりお野菜で言えば小松菜などになるんですね。そして次にマグネシウムです。マグネシウムの代表的な食材といえば、まあ、良質なお塩にもよく入っておりますし、また海藻類でしたらひじきであったり、先ほどお伝えしましたアーモンドやお豆腐などにも多く含まれているんですよ。そして最後はビタミン C になります。もうとにかくストレス対策にはビタミン C と言われるほど、ビタミン C って非常にね大活躍してくれますよね。ただしこのビタミン C っていうのは私たちの体内で作ることができませんから、もう多くのものをこう積極的に外から取り入れる必要があるんですよね。もうビタミン C といえばもういろんなものに含まれていますけれども、やはり主にフルーツであったりお野菜であったり、そういったものから多く摂取していただきたい栄養素になります。さあいかがだったでしょうか。春うつを防ぐ3つのポイントありましたよね。1つは規則正しい生活をすること、2つ目は軽い運動をすること、そして3つ目は腸内環境を整えることですね。この3つを積極的に楽しく取り入れながら、あなたもこの春の気持ちがいい、この清々しい季節を楽しく過ごしていただきたいなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。